ですね、フォニクスのね、一つちょっと補足をしたいなと思ってて、ある時、高校生ですね、17歳ぐらいの、男の、生徒さんなんですけれども、授業をさせていただいたんですね。でその時に、その方正直、英語すごく苦手みたいで、ずっと下向いてて、表情も暗くて、いやどうしようかなっていう感じだったんですが、ずっとまあね、授業を進めていく中で、突然ですね、本音を語り始めたんですね。僕英語すごい苦手なんですよって言い出して、で、そうだろうなと思いましたが、それでですね、アップルも書けないんですよって言うんですね。で、アップルのことですよねってね、リンゴですよね、アップル。で、いやそれはね、難しいですよって私言ったんですよ。というのはですね、フォニックスの法則からするとあれは応用なんです。で、習得するのにやっぱりフォニックスをねずっとやってる人でもなかなかそこはやっぱり、難しいところなんですよね。で、ただ一回その法則を覚えていくとアップルのも綴れるようになりますし、他にねジャグル、テーブル、パドル、いろんなものが綴れる。つまりアップルって LE で終わって、音はおって音になるんですね。 LE でね、おで、その前にアップルのプっていうね、子音が入ります。プで、プとおでポポって言いにくいので、ちっちゃいおっていうね発音が入るんです。だからポーポーなんですね。で、テーブルとかもボールなんですね。テーブル、テーブル、パドル、パドル、は、ドゥとオで、ドール、パドルになりますね。そういったね、ちょっとね、そういった応用も実はフォニックスの法則の中にあって、これを本当に習得していくと、ほぼね、本当の例外を除いてはほぼ読めるようになってきます。発音がねできるようになると。で、そういうことをねちょっとねその方にね説明して、だからアップルは難しいんだよ、こういう法則があるからねみたいなちらっと言ったら、すごく食いついてきて、僕その法則知りたいですっていうんですね。ただフォニックスのこのポールとかのね法則まで教えてると、とてもじゃないけどね、その 1時間の授業ではね持たないって、足りないので、基本のね A から Z までのね音をね教えして、で、いろんなねマップとか、そういう単語をね紹介してたんですね。そしたらね、すごくね顔がね生き生きとしてきて、楽しいですって言ってくれて、僕今日ね、こんなにね初めて、その今まで受けた英語の授業の中で今日が本当に楽しかったって言ってくれたんですね。で、私もね本当にね生徒さんからそう言って言われるとね嬉しいです。英語ってね、普通に学校とかで英語のね授業をね させていただく時もあるんですけど、今までの経験ですと、なんだかその与えられたね教科書でやっていく場合ね、やっぱりね英語ね嫌いですっていうようなね雰囲気はものすごくあって、難しいとかねあるんですね。だけど、このね、生徒さんにねそう言って言ってもらってね、私も本当にね嬉しかったです。で、お互いがね嬉しいね、ハッピーウィンウィンっていう感じで授業が終わりました。